初めましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇篤史です。よろしくお願いします。 YouTube での初回配信時は令和3年5月5日を予定しております。柱の傷は一昨年と比べるといささかこうね、何かがこうミニマムになってるかもしれないということを私、そんなお年頃にはなりましたが、近所でたなびく鯉のぼりを見ると、ああもうちょっとね頑張んなければなと思います。それは日本社会というのは我々だけのものではなく、未来の日本社会の参加者のものでもあるからです。先人より受け取ったバトンを次の世代に渡すのも我々の重要な仕事だからです。令和3年4月30日、名古屋 CBC が制作し、全国的には TBS が配信しております、昼下がりのワイドショー、ゴゴスマンにて、司会を務めるフリーアナウンサーの石井亮次さんが、若者のせいばかりにしちゃいけませんよね、なんてね、おっしゃっておりました。新型コロコロコロ、この番組的にニュータイプをめぐって、若者の皆さんが、お外で、路上で、いわゆる路飲み、路上飲みをしていること、これを筆頭にニュータイプの感染を若者の皆さんが拡大させているわけじゃないっていう方じゃない方だよなんてね、おっしゃっていたということです。白がこう言ってます。お前言う。はい、ニュースやワイドショーの皆さんは若者かなんつってね、責任を押し付けておいて、夜の街には取材班がのこのこのこって出かけていって、自粛自粛と自粛警察を盛大にやっているのに、よく言うよお前が言うかという話だということです。先祖石ころをぶつけておいて、ああ痛かったねなんていうようなもので、マッチがないならチャッカマンを使えばいいわと先祖あちらこちらに火をつけて回っているかの報道を繰り返しているのがニュースやワイドショーなんです。そんなニュースやワイドショーの皆さんが次の生贄にしようとしているのが東京五輪、東京オリンピックです。まずはじめに、世界はオリンピックをやる、開催するの一択です。開催の決定権を持つ IOC はもちろん、オリンピックを中継するアメリカのテレビ局 NBC は、2月に生放送で開会式中継するよと発表した時点で、オリンピックのポイントはお客様を入れるか入れないか、あるいは入れるとしたら何人までかというところにポイントが絞られております。私の立場を明確にしておけば、私は東京五輪に大賛成です。ニュータイプで鬱屈した1年が過ぎました。そしてこれは残念ながらもうちょっと続きそうです。そんな時に若者の皆さんに見せることができる希望、これが東京五輪なんです。ところがそうでない、オリンピックやめれなんていうね、大人がたくさんいます。ジャーナリスト、お笑い芸人、司会者、つまりはニュースやワイドショーの皆さんなんです。いささか私事にはなりますが、この私がおぎゃーとこの世にうっかり迷い出た時、その年にあの大阪万博、太陽の塔でおなじみの大阪万博が開催されました。当時私の家族は大阪府に住んでいて、生コンミキサー車の運転手をしていた私の亡き父は、少しメートルが上がるたびに、あの大阪万博にお父さん生コンを運んでいたよというのが小さな小さな自慢でした。なお、この私、12月生まれなので、この世にうっかり迷い出た時、大阪万博は、なかった、なかった、なかった。と、つまり終わっておりました。だから、幼すぎて札幌五輪の記憶もありません。あの、筑波万博は覚えております。ちなみに私の家族は、古敵隊で釣った方と筑波万博でパレードをしたことが、彼女の小さな自慢なようです。意地悪ばあさんでおなじみの、青島幸男都知事だった時代、都市博が中止になりましたが、札幌の花と緑の博覧会に沖縄の海洋博、さらに愛知県の愛地球博などなど、何より西暦でいう2002年にはワールドカップが日本で開かれました。何でもかんでもああだこうだいう国との共催になりましたけれど、決勝戦は我がジャパンで行われました。私は日本代表の初戦となりましたベルギー対日本戦を現地の埼玉スタジアムで観戦しました。これ私の生涯の小さな小さな自慢です。だからか東京五輪は当初別にっていう感じだったのは、あのおもてなしの時の感想です。しかし自分はね、ワールドカップ見たからではなく、これからの未来を託す若者にこの東京五輪を見て感じてほしいと願うんです。そしてそれがもう間もなくに迫っているんです。さらに言えば、史上初のオリンピックの延期というミラクルを経て開催されるんです。
さらに日本よりも桁違いに感染の多かった世界中でもスポーツをはじめとするイベントはやる、再開する方向に舵を切っております。つまり日本国内でも歴史的経緯を振り返っても世界を見渡したとしてもやらない理由を探す方が困難だというのが私の立場です。ところが毎週日曜の朝からネットをざわわーっとさせる TBS の最低モーニング、あ、違った、サンデーモーニングでは令和3年5月2日の放送回でジャーナリストの青木治さんが東京五輪の開催について問われた時、もういい加減冷静に考えましょうよということですよ。だってそこにあるようにね、世論調査で7割の人がもう中止か延期した方がいいって言ってるわけですよ。オリンピック VTR になりましたけど、看護師さんは戸惑っていたりというふうに出ていましたけど、市民が望まないオリンピックやってどうするんだろうかっていうの、やれるんだろうかっていうの、話投げんだよと、まあざっくりと言うと中止を決断しろよなんてね、おっしゃるんです。この長い話は3延期も含めて7割が開くべきじゃないと言っているからというんですが、再延期が中止を意味するものだということを知らない日本社会の参加者は少なくありません。またそもそも論で日本の各種イベント、とりわけスポーツイベントというのは開催前の世論調査で悪い数字が出てくるものなんです。具体的には令和元年、あのワンチームで日本中を席巻しましたラグビーのワールドカップです。これはドドンと大成功に終わりましたか？開催半年前に東京都が行った世論調査によると、ラグビーワールドカップ2019をどこで見ますかと観戦希望を問った時に、テレビ観戦で 56.7% で、これが最も多いんですけど、チケットを買ってというのがわずか 11.3% しかありません。そして感染しない、つまり見ないよっていうのがドドンと 29.1% もあったんです。それどころかいずれもの結果もその前の年に調査したより悪化、見ないよっていう、その関心ないよっていう方が増えちゃっていたんです。ところが始まってしまえばあの大盛り上がりです。だからイベントに対する関心の世論調査というのはもちろん参考値にはなりますが、必ずしも本心を表すものではないというのが私の日本社会への理解です。また世論調査を金閣玉城に掲げるんであれば、日本社会における最大の世論調査である国政選挙によって政権ゲットだぜとしているのが今の政府です。しかしジャーナリストさんだけではなく TBS の日曜日の朝の番組というのは政府のやることのなすことを誹謗中傷、罵詈雑言のレベルで批判に批判を重ねているじゃないですか。ここから東京五輪への反対とかいうのも政府への嫌がらせという疑惑がズドコーン。そもそも論に立てば開催の可否を決めるのは IOC で、それに続くのが東京都です。オリンピックは開催都市、都市が開催するものだからです。この手の議論の混濁はニュースやワイドショーで目に余ります。いち早く聖火ランナーの辞退を表明し、有名人著名人による聖火ランナー辞退のドミノ倒しの先陣を切りました。お笑いコンビロンドンブーツ1号2号の田村敦さん。彼も東京五輪反対派のお一人。この春見事、お開き、じゃなかった、打ち切りとなりました。TBS の朝のワイドショー、グッドラックにて。もごもごもごといろんな理由を並べながらも、その論旨を見てみると東京五輪やめれという開催反対派でした。番組がお開きとなりましたことで気が楽になりましたのか、反対表明のツイートをしていたと調べさんを紹介しているニフティさんより紹介します。その記事のまとめにはこうあります。田村敦がツイッターでオリンピズムの目的を引用し、現状での東京五輪開催に反対を表明。平和な社会の推進を目指しているとは思えないんだよな、点点点と持論を述べた。田村の意見への賛否は大きく分かれ、国論が二分されていることへの縮図のような形に、だって。だが、ちょっと待ってほしい。いや、仮にコロナ禍というニュータイプの問題があったとしても、オリンピックを開催するというのは平和云々とは関係のない話です。今オリンピックと平和絡みで言うんであれば、来年の冬季五輪が予定されているみたいな的なっぽい、ちゅごーくなんかいろいろなものが世界中から何か言われている国とどこか、ロンブーさんは間違えているちゅごーく TBS イエス TBS と冗談はともかく平和云々とは関係のない話だということです。
つまり中止という結論のためにどっかから理由を探してくるからちぐはぐになってしまう。これが鍵括弧付きリベラルの人たちの答えは合ってるけど式が間違っているパターンが発生するメカニズムです。とはいえ発言というものは可能な限り原点を当たってみないともしかしたら切り取り報道があるかもしれません。というわけでトコ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 とこちらのロンブーさんのツイッターアカウントを訪ねてみるとなんとブロークされていたんです。白がこう言ってます。コケコッコー。私は彼のツイートにコメントした記憶はなく、このアカウントがあること自体もこの時初めて知りました。ただ彼はフジテレビのバイキングというお昼のワイドショーの中で、僕は誰とでも話し合うなんてね、お話しされておりました。その発言に司会を務める坂上忍さんなどから称賛の声が寄せられておりました。素敵です。褒めてません。嫌味です。嫌味。ロン・ブーさんが、彼がオリンピックに反対するのは彼の自由です。みんな違ってみんないいんです。ただ、個人の感想ですで反対するんではなく、平和だとか大きな言葉を持ち出すんで私はそれを批判しているんです。何より平均寿命で考えた時にどうやら人生を重くなんか折り返してしまったこの私。そうすると残された役割の一つが次の世代の若者の背中をトンと押すこと。私は東京五輪の開催がその背中をトンって押してあげる一つになると考えているんです。そんな若者の未来を考えるとき、もう一つのニュースを見つけてしまいました。令和3年4月27日の日刊スポーツの記事の見出しはこうあります。シンガポール移住福田萌え、4歳長男に兵役の可能性。それはさすがにご勘弁だって。こちらの女性、YouTube の中に大学を作られたとか作られないとかでおなじみのお笑いコンビオリエンタルラジオの中田敦彦さんの奥様です。かつて大人気を博しました NHK の朝の連続小説、あまちゃんにて、地元テレビ局のワンコチャンネルのキャスター役でもおなじみの方です。こちらのご夫婦は、あのシンガポールに移住されると決めたようです。そしてそれを実現されたみたいです。そこに住むということは、その国や地域の一員になるということです。だからそこに徴兵があるのであれば従うのは当然です。ところがそれをご勘弁をとおっしゃいます。この記事を読んで今のニュースやワイドショーを思い出してしまったんです。つまり東京五輪が始まれば俺たちも一緒になって盛り上がるぜ。けどそれまではステイホームで家にいてロックダウンしてテレビだけ見ていろ。俺たちテレビに出る側は上級国民だから GoTo スタジオ、GoTo 赤坂六本木、そして視聴率を上げ上げにしてもらってこちらの方はうっし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 っと冗談はともかく自由には義務と責任が伴います。そういえばオリンピックに否定的なコメントをしておりましたTBS 昼帯の司会者の方は、緊急事態宣言が発令される直前、プライベートでゴルフを予定していたとか、視聴者には自粛を呼びかけてご自身はゴルフ、それどころかフライアウェイで鹿児島県に行き、そして GoTo 東京。つまり視聴者にはステイホーム、ロックダウンと言いながら、自分たちは上級国民だからそんなものさらさら従う気はないぜ、と思っているんではないかという疑惑が、ズドバー。今の若者が社会の中核を担う近未来。その時テレビは、いや少なくともニュースやワイドショーが、消えた、消えた、消えた、となっている予感のする子供の日、端午の節句の今日この頃でございます。東京オリンピック見たいです。未来の日本社会へのまさにレガシーとなります。というわけでみんなで頑張っていきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくってるメルマガの方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論、表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。より良き表現空間のため、フィードバックよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
富永愛子安倍晋三完全勝利説という物語なのにモルゲストよって答えたんですが、モルゲストよかって紹介した赤が勝ち、羽生くんすごい、犬くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。と番組の最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんパー。私がパーなのでチョキを出したあなた、サインはV、おめでとうございます。私と同じパーを出したあなた、お手手のシワとシワを合わせて幸せ。そしてグーを出したあなた、涙の後には虹も出る。それでは本当のバイバイ。